10分放置するだけのレシピです。キャベツはヨーロッパ原産の野菜です。ビタミン C が豊富でボールのような形が特徴です。温帯地域では冬から春にかけて出荷され、冬のキャベツは巻きが固く重く白く、春のキャベツは柔らかく緑色が濃い特徴があります。火を通しすぎると匂いが出るので注意です。材料の説明をしていきたいと思います。今日ですね、キャベツ 150g ですね。で、調味料ですね、濃い口醤油 30ml、 ごま油 30ml、 お酢 5ml、 砂糖ですね 5g で、おろしにんにくですね 5g で、これ昆布茶使います。こちら 5g です。で、いりごまなんですが、こちらは適量です。では作っていきます。じゃあ材料の方ね、切っていきたいと思います。まずキャベツですね。キャベツはここの芯があります。ここをですねカットします。で、次にですね、こう切るとですね、ちっちゃいのと大きいのとバラバラになっちゃいますので、一回ね半分ぐらいこう取ります。で、この半分取ったところをですね縦にこう入れます。で、これを崩しますね。はい、こんな感じで崩します。で、次ですね、こっちの方ですね、外側の方ですね、ちょっと大きめに切ります。はい、これもねバラします。で、次この芯の方ですね、芯の方のここの部分、ここの部分はねちょっと硬いので、これ半分にします。こんな感じです。はい、これをね1枚ずつ取ってね、この半分ですね、ここ半分にします。はい、ここですね、これも半分にします。で、この状態でボウルの中に入れます。切り出しができました。こちらのボウルの中にね、今からですね調味料を入れていきます。濃い口塩ですね。で、ごま油です。で、お酢が入ります。で、砂糖ですね。で、おろしにんにくです。こちらは好みで入れてください。今日はね、5g 全部入れます。で、ここポイントなんですが、昆布茶ですね。これを入れてください。そしたらね、昆布の香りがね、すごくしますので、はい。これで調味料入りました。これで混ぜてください。全体的にねこう混ざればね、それで OK です。ちょっとねタレの方が多いかなと思ったらですね、またこれ別なものに使えるので、きゅうりをねこれで和えたり、なすびをね細く切って和えてもね結構ね美味しくなります。はい、こんな感じにね全体に混ざりましたら、混ざってからこのいりごまですね、これ適量入れます。はい、ラップをしてですね、10分ほど冷蔵庫で寝かします。で、ラップなんですが、こういう感じでねラップをしてください。ピチャッと潰してやるとですね歯ごたえがなくなっちゃいますので、この状態で入れていきます。はい、ではね今こちら、冷蔵庫でね、10分ぐらい寝かしました。もうこれでね完成です。ではラップを外して、お皿にね盛り付けていきます。本当にねこれ簡単なんでね、ぜひやってみてください。ものすごくねごま油のいい香りでね、キャベツもですねパリパリに食べれますので、
はい、こんな感じで完成です。本日は簡単であっさりうまキャベツの作り方をご紹介いたしました。今日のポイントはですね、キャベツの芯を半分に切るっていうことですね。それは、シャキシャキになるのと、あとね、味をちょっと、芯の方にね、しますっていうこともポイントになります。で、柔らかい、のがね、好きな方は、ラップするときにね、ちょっと押しつぶすような感じで冷蔵庫に直してもらえればいいと思います。あとあまり濃い味がダメな方はですね、漬ける時間ですね、冷蔵庫の中に入れる時間ですけど、それをね5分ぐらいでいいと思います。一応ね今日の、作ったものは10分ぐらい冷蔵庫入ってます。夏場なんかねもう本当に冷蔵庫でねキンキンに冷やしてね食べてもらえばね最高だと思います。ぜひ作ってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。